わー、町外れにある無人の館、そこにはお化けが出るという噂があった。中は思ったより綺麗だな。うわー懐かしい。拓郎もう最新版かな、 6.23 かな。なんだか寒いわ。おい、もう帰ろうぜ。なんだよタクシー、ビビってんのか。おい、もう帰ろうぜ。バカバカしい。お化けなどいるわけがないでしょう、科学的に考えて。あ、拓郎か。あ、うん。おい、ヒロシ、気をつけろよ。そう、こういうなんか、いやーなんか懐かしい。キプレイです、一応言うと。はいはいはい。これで、ガラスの破片を取って、で、戻ると、もうみんないなくなってて、みんなどこ行ったんだっつって。で、2階に行くと、タキチが、ここの中で、震えてて、うわ、懐かしい。あ、まだか。あ、そうだそうだそう。で、鍵を手に入れて、うわ、懐かしい。たけしが、もう、ガクガクしてんのよ。うわ、懐かしい。何年ぶりなんだろう。100億年ぶりぐらい。もう、たけしは、ガタ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 、何も言わないと。で、図書室の、こう、鍵を開けますと。で、初めて鬼と出会うんだよね。で、この鍵を取ると、追いかける。うわ、これが基本的に、懐かしいな、青鬼。で、これとかは、なんか、エンカウントの時間があるから、まだか。こうやって、入れ替わりとかあったよねっていうのやろうとしたらしいんだ。みたいなゲームです、青鬼は。あち、うわ、なんか操作性もなんか、あれだわ。で、なんだっけな、2階行って、で、ここまで行くと、寝室鍵あって、で、ここに行くと、ピアノがあって、で、たまにこっから出ると、いたりするときも、で、こうなんか怖いのが、こうやって歩いてたら急に左の扉からガチャって出てきたりすんのよ。それがね、ちょっと僕はね、苦手だったなって。で、ここが開くの。で、鍵盤の、これね、横。で、これもなんかランダムなんだよな。で、吹かなくちゃいけないんだ。急に下からね、上がってきたりすんのよ、ランダムくんが。マジで怖いんだよ、ランダムエンカウントくん。僕、それだけが怖いわ、このゲーム。急に鬼ごっこ始まってね。ここでランダムエンカウントしたら死ぬしね。で、なんだっけ。なんか、いろいろやんなくちゃいけないことがあるんだけど、洗剤手に入れて、なんか、血を吹き飛んだ、アップル組ないか。血を吹き飛んなきゃいけないんですね。で、こういうとこは基本的に、なんだろう。あ、これさ、上行くと来なかった？あー、そうだそうだそうだ。わー、懐かしい。懐かしいな、マジで。で、まあ、定番はね、僕もよくやってたけど、ここで、ここに降りると、だいたいいないんですね。わ、夏。で、ドライバーがあって、なんだっけな。なんか、したかった気がするんだけど。何？違うか。なんだっけな。ここもでも巻くのに使ったのおかしい。
うわぁ。でもあんま覚えてないもんだなぁ。あ、なんだ？まあでも、これはなんかもう、インターン、あ、そう、なんかアイテムがあるんだ、ここに。確か。ねえわ。あるわ。ライターだ。そう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 。で、アイテムで開けんだよな、ここ。べし。でも、ドアノブがないから開けられません。で、どっかのドアノブを外すんだっけな。いや、もう急にでかい声出したらマジでごめん。マジで僕ビビるから、普通に。この、こっからさ、バーンって出てくるのがマジで嫌いなんだよね。何かあるけど。ここあれか。拓郎が首つって死ぬところか。で、ドアは何もない。ヒロシ、無事だったか。ええ、なんとか。ヒロシ、お前も見たのか、あの化け物を。ええ、にわかには信じがたいことです。あのような生物が存在するなど。出入り口は全部塞がれてる。閉じ込められてしまったんだ、俺たち。そのようですね。手分けして探索しよう。で、ミカちゃんの悲鳴じゃない？そろそろ。マジうざいよね、これ。たまに後ろから入ってくるとかあるからな。こうやってやってさ、飛行車ボトって後ろから落ちてきてチェイス始まるとかもたまにある。あれ、これなんかでもここら辺がね、ミカちゃんの悲鳴で開くはずなんだよな。どこだっけ、どこだっけな。でも僕もうあれよ、今解雇中よ。ここか、これか。で、下開けた時に悲鳴かな。なんかどっかで悲鳴聞こえるはずなんだよ。キャーンって。まあでも僕をビビらせたら、でも僕ビビると声出ないんだよな。僕もランダム考慮して、エンカウント考慮しちゃってやるからな。あ、たけしの部屋でハンカチ取れるんだ、そういえば。間違えた。あ、ライターだ。オイルないんだっけ。最終バージョン？最新バージョン。お前マジで。こういうのがね、あるんだよな、青鬼は。しかも、避けれんかったしな。いや、そう、こういうのがうざいのよ。やめてほしいわ。そう、これよ、ランダムエンカウント。で、ここに、なんか洗剤のついたハンカチで拭くんよ。したら、確か後ろに立ってる。そうなんです。そうなんです。間違えた。わあ、なんかもう記憶喪失なんかな、本当に僕って。不安になってきた、本当に自分が記憶喪失なのか。